こんにちは、速稼塾の久保です。去年の今頃だったと思うんですけども、実はね、ソフトバンクで通信障害ってのが起きたことがありました。その通信障害が起きた時に、ソフトバンクのモバイルのね、契約者さんがナンバーポータビリティを活かしてですね、他社 AU とかドコモさんに移ろうとしてたんですよね。というか、多くの方が流出したわけなんですよ。移ったわけなんですよ。で、それを引き止めるためにソフトバンクが大規模なね、引き止め措置を取ったのを私の放送でお話ししました。実際に私もやりましたんで、やった後のことをお話したんですけども、具体的に言うとね、5万円だったかな、ちょっと忘れました。すみません。3万か5万円のキャッシュバックがその時点であって、あとは通信料を1年間5000円割引しますよねっていうことで、お話しいただいたんですよ。ソフトバンクさんにね。だから、乗り換えるのをやめて、合計で、まあ、10万円ぐらいでしたかね。10万円ぐらいも、私はその時に、まあ、ちょっとね、割り引いてもらったって形になるんですよ。で、それを、私の放送でお話して、あ、私もやりました、僕もやりました、とかいう方がね、たくさん出ていらっしゃったんで、ああ、よかったなと思いました。そして数ヶ月経つと、だんだんそのね、引き止めの金額っていうのが、少なくなってきたってことも聞きました。当然ですよね。もうだいぶ通信障害も落ち着いてきて、他社に移るか移らないかっていうことはね、もうだいぶ沈静化してきた頃なんで、引き止めキャンペーンに乗じて割引をね、要求するっていうユーザーさんのこの声もだんだん静かになったのも伺えます。で、今回はね、その後の話なんですよ。というのがですね、確かに、支払い料金毎月、ほんとね、安くなったんですよ。3000円とかね、安くなりましたけども、ただね、これ明細見てみると、消費税のところが、ちょっとおかしいんですよ。あと、支払い額3000円ぐらいに対して、税金がね、1000円ぐらいになってるんですよね。おかしいですよね、消費税。300円ぐらいですよね、通常考えたら。それが、1000円ちょっとになってるんで、これはどういうことなんだっていうふうにサポートに電話すると、割引前の消費税で計算してるってことなんですよ。どういうことなんですよね。支払った額は3000円ぐらいなのに、消費税は1万円前後の契約金の時ので計算するという。要するに消費していないのに消費税が加算されてるんですよ。これはですから、私が深読みするとね、答えてくれなかったんですけども、その結局差額の数百円をソフトバンクが徴収してるんじゃないかなっていうふうにね、邪推するんですよね。まあ、カスタマーの方とやり取りすると、いわゆるね、上役みたいな人に切り替えられて、まあ、お話しされたんですけども、最終的にはね、税金のことなんで税務署に相談してくれっていうふうに言われたんで、もう税務署行くしかないなと思って、そこで話を終わって税務署に行ったんですよね。まあ、そうするとですね、その税務署の方が言われたのは、確かに3000円ぐらいの支払いに消費税が1000円というこの明細はおかしいですよね、と。言われたんですよ。ただ、あとこれ民法上の契約なんで、ソフトバンクさんと話し合ってくださいと、税務署でどうこうっていうね、指導はできないんです。きちんと納税がされている以上は、それ以上、企業の方にね、申し立てることはできないんですよ、っていうふうに言われたんですよ。まあ困ったもんですよね。ソフトバンクに言っても税務署に行けっていう、税務署にはソフトバンクに行けって言われると。なんだこれやと思ったんですよ。どちらかというとこれは、税務署にはあんまり罪がないのかなと思ったんですよね。で、次に行ったのが消費者センターです。消費者センターに言って、ことの経緯をですね、お話しして、ソフトバンクがこんなことをね、やってるんだ、どう思いますか？で、税務署さんからはこういうふうな、お話いただいたんで、まあ税務署は悪くないと思うんですけど、と税務署がね、不当に税金を集めてるわけじゃないんで、っていうふうにお話しすると、消費者センターの方がですね、ソフトバンクに問い合わせてくれたんですよね。で、ソフトバンクからの対応としては、このことについては、ユーザーさんにも納得してもらったんだけども、まあ、でも今回ね、消費者センターから連絡があったんで、わかりましたと。消費税のことは、ちょっとね、まあ、正規の値段って言い方しなかったらしいんですけども、おっしゃったように修正しますということで、しぶしぶですね、消費税をまともな金額に合わせてくれたっていうね、なんか、こういう業界の裏話って気持ち悪いですね。まあでもね、これでスッキリしたなというところだったんで、まあほっといたんですけども、そしたらですね、ある日突然ですね、ソフトバンクから2万円振り込まれていたんですよ。で、毎月の、
消費税も240円になっていたのは、まあこれはお話の通りだなと思ったんですけども、このね、なんかね、2万円の振り込みっていうのが気持ち悪いですよね。まあどちらにしてもね、話し合ってみるってことは大事だなと思いました。当事者として自分が問題だと思ったことは、先方にお伝えするってことですよね。だからこれがね、誰かを挟んでとかではなくて、自分で直接動いたってところが大事なんだと思います。多分ね、自分で直接動く人って少ないんで、その少ない人に対してはきちんと対応してくれると思うんですよ。でも他人任せにしたりとか、ほっといたりとか、連絡が来るまで待つみたいな方に関しては、この世の中っていうのは放置されてるだけなんだろうなと思いますよね。皆さんも何かね、異議を申し立てがあったら、理路整然と、そして相手がね、あ、この人とはきちんと話した方がいいだろうなっていうふうに思わせるような、うん、上から目線でもなく、相手を侮辱するでもなく、きちんと理路整然と話された方がいいのかなと、今回の件でも思いましたね。まあ、おかげさまでソフトバンク安く使わせてもらってます。で、本日は以上ですね。